いよいよですね、この奉納演奏、こう特設舞台でのね、奉納演奏というのは、次の一元妻ごと保存会によります一元妻ごとの演奏をもちまして最後でございます。今しばらく準備にお時間をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。先ほどお聞きいただきましたね、妻子供長唄、先ほども言いましたけれども、妻寺には塔頭寺院がありまして、王寺院様というのはこの唐門を階段降りていただきまして右手のお寺が王寺院様でございます。源平の庭というのを皆さん見ていただけましたでしょうか。このお寺有名になりましたのは源平合戦の舞台になったことでありますけれども、その厚森直実の一騎打ちを再現したお庭、その隣にあるお寺が須磨寺王寿院でございます。王寿院さんはね、どんな漢字を書くかというと、桜に寿と書きます。でその意味はですね、須磨寺、この私のケースは見てください、この地紋がですね桜なんですね。でこれなぜ呪文が桜かというのは、はっきりとした資料は実は残ってはいないんですけれども、その昔ですね、この須磨寺が改装されたのが886年、1100年以上前ですけれども、元号でいうと仁和2年という年なんですね。その翌年、仁和3年という年にある人物がこの須磨に流されていきます。でその人物というのが在原行平卿でございます。で行平さん、成平さんがね、六花仙の一人として有名ですけれども、行平さんはその成平さんのお兄さんにあたる方です。理由は定かではないんですが、時の帝、天皇陛下の怒りを買ってしまい、蟄居を命じられですね、須磨に流されてきます。その平安時代の頃の須磨というのは、まあ寂しい場所だったそうです。昔の国名でいうとね、摂津の国と言われています。その摂津の国の一番西の隅が須磨なんです。ですのでこの一説によりますと、隅っこのこの隅隅というのがなまって須磨という地名になったとも言われているんですね。その、都から遠く離れた西の最果ての地須磨に流されてきた行平さんはですね、いろんな物語がこの須磨に残っているんですね。でその行平さんの有名な物語の一つに、松風村雨物語というのがあります。行平さんが須磨海岸を散歩されていたんですね。今も綺麗な松林が残っています。まあ、あの辺りをお散歩されてたんでしょう。そうしますと、この北側にね、すぐ北に鯛の旗という地名がありますけれども、鯛の旗の村長の娘、まあ、美人な方だったそうですけれども、その美人姉妹がですね、潮汲みに海に訪れていたんです。で行平さんはですね、まあ、とにかく天下の男前と言われますから、もう本当に色男だったということがありまして、まあ、今で言うとナンパなんですかね、こうお嬢ちゃんと声をかけまして、お名前教えてよと声をかけるわけです。でそうするとその二人は恥ずかしがってですね、答えなかったそうなんですね。そうした時にさーっと風が吹いて、パラパラっとにわか雨が降った。そこで行平さんはその二人に名前をつけるんです。じゃああなたが松風だ、あなたが村雨だと言って、その美人姉妹のことを、まあ、すごくこう可愛がられた、そんなロマンの話が須磨には残っております。でその次の大河ドラマが光源氏、源氏物語書いた紫式部。でこの紫式部は石山寺、ね、ありますね、石山寺でこの最初、書かれたと言われてますけれども、長い長い源氏物語ですけれども、須磨明石の巻から書き始めたとも言われているそうですね。でその須磨明石の巻を書くときに、光源氏のモデルになったのがまさに在原行平卿と言われております。で行平さん、そしてこの光源氏物語の中の、まあ、人物ですけれども、その光源氏ゆかりの桜が須磨寺境内
先ほどの話すごく戻りますけれども、源平の庭のあたりに植えられていたんですね。この若木の桜という、もう根っこの方から若木が次々にこう生えてくる珍しい桜だということで、若木の桜というのが有名になりまして、その若木の桜が境内にあり、そして王順院さんの本尊様は阿弥陀如来様でしてね、阿弥陀如来というのは別名無量寿如来って言われるんですね。無量寿、無量という字にこう寿で、その桜、若木の桜の桜とご本尊様の、阿弥陀如来様の無量寿の寿というね、寿を取って王順院というね、あの名前になったそうであります。でその須磨寺王順院さんでずっとお稽古が続けておられるのが、先ほど聞いていただいた須磨子供長唄ということでございましたので、ご興味ある方はぜひ王順院さんまでご連絡いただけたらと思っております。はい、そろそろお琴の準備が整いそうですけれども、少しお琴のご説明をさせていただきます。一弦須磨琴と言いまして、このお琴もまさに先ほどからお話ししております在原の幸平卿が始めたと言われているお琴でございます。幸平さんが須磨海岸を歩いていた時に一枚の板を拾い上げまして、自分の冠の尾から一本糸を引き抜いて即席のお琴を作ったと、言われております。後でよく見ていただきたいんですが、お琴というとね、皆さんは13弦の層のお琴を想像されるかと思うんですが、一弦金と言いまして一本しか弦がございません。その幸平さんの頃にはその辺りに生えていた葦の茎をね、爪にしてつまびいて自分の心を慰めたと、言われております。まあ、この平安時代から、伝わっている一弦須磨琴というのがありますけれども、この琴がですね、まあ、この長い平安時代からの長い歴史の中で栄枯盛衰ありまして、江戸時代の頃には河内のお坊様で覚峰阿闍梨という方がおられまして、この方が大変な名人だったそうでございます。すごくこの一弦金というのが広がった時期もあったそうですけれども、まあ時代が経ちですね、明治に入りますと西洋文化、西洋音楽がこう日本に入ってきまして、水尾の一途をたどって、本当にあの昭和の初め頃にはこの須磨琴を知る人はおろかですね、この奏でる人も本当に少なくなってきておりまして、まさに絶滅の危惧にあったんですけれども、先ほどお話ししました河内のお坊様覚峰阿闍梨がですね、晩年このルーツを求めて河内からこの須磨まで旅行されてるんですね。その時に須磨琴の発祥の地である須磨、この須磨寺にお琴、一弦琴を奉納されているんです。後でお時間ありましたら、須磨寺 の事務所の下が宝物館になってますが、その宝物館右手 あのガラスケースの中に一つだけ箱に入ったあのお琴が飾ってあります。このお琴が現存日本最古の須磨琴でございまして、覚峰阿闍梨が奉納されたお琴でございます。でそのお琴が須磨寺の宝物館にあったもんですから、前館長小池議員和尚がですね、この素晴らしいお琴をですね、もう一度須磨寺で復興させたいという思いで、昭和40年に一弦須磨琴保存会というのをこの須磨寺を本部として発足させました。もうすぐ60年の月日が経とうとしておりますけれども、最初始めた当初はですね、たった10人で始めた保存会でございました。まあ、それがこう60年経つ中でいろんな音楽性を追求し、改良を重ね、少しずつこの音楽としての地位を築いてきまして、今では会員約200名に、なるまでになりまして、一生懸命この伝統楽器の保存活動に努めております。須磨寺ではですね、水曜日と土曜日、お教室がございますし、神戸にも各地お教室を持っております。
ご興味ある方はね、ぜひチャレンジしていただけたらありがたいな思っております。この簡単素朴な楽器ですよね。1枚の板に1本の弦を張っているだけの本当に簡単素朴な楽器なんですけれども、だからこそ奏でるのはすごく難しい。私はギターをねやってたんですけど、ギターはねフレットのところを押さえればね必ず同じ音が出ますよ。でもこの音をよく見てください。弦が浮いているんですね。でこの蝋管という筒で押さえるんですけれども、その押さえる強さが一定でないと音は安定しないんですね。同じ場所をたとえ押さえたとしても強く押さえればですね、ものすごくこう高い音が出ますし、優しく押さえたら低くなってしまう。非常に繊細な楽器でございます。さあそろそろ準備も整ってまいりましたが、1曲目のご説明に入らせていただきます。まずこの弘法大師ご生誕1250年の、記念法会に際しまして1曲目聴いていただきますのは青葉の笛でございます。ここ須磨寺が歴史上で大変有名になったのは800数十年前、寿永3年2月7日にこの地であった源平一の谷の合戦がきっかけでございます。その時有名な話は、義経がですねこの須磨の地はこの断崖絶壁ですね、一の谷という地名残ってますが、そこをこう馬で駆け下りたという逸話が残ってます。日踊り越えの坂落とし、この奇襲が功を奏して源氏方の勝利になるわけですけれども、その時に、平家方、源氏方の武将で熊谷直実という武将がいました。直実さんは、手柄を欲していたんですね。ところが出遅れまして浜に着くと、もうほとんどの平家は逃れた後だった。ただ一人だけ逃げ遅れている武者を見つけまして、馬上から扇を立てて呼びかけます。返せ返せ、敵に背中を見せるのは卑怯だ、武士ならば引き返せ。そうするとその武者は引き返して一騎打ちを挑む。あえなく組み伏せまして、この直実が兜を取って首をかき切ろうとしたら、顔を見ればですね、自分の息子と同じの 年の頃16に見える高顔の美少年だったと言われてます。美少年というのはねポイントですよね。こう切なくなるとね、不細工だったら切なくないのかというとそういうことでもないんですけど、こう直実さんこう哀れんでですね、刀を止めて逃がそうとする。だけれどももうすぐそこまで、味方の軍勢がすぐそこまで来ている、もう逃げることはできまいと悟った直実さんはその首をかき切るんですね。その時陣地であったのがここ須磨寺です。そして首を洗い、そちらの大師堂の前で首実験が行われ、義経はその首を改めて平の敦盛であると答えたそうです。そのことがあって須磨寺では敦盛さんのお墓、そして青葉の笛という敦盛さんが携えていた笛が時報として残っております。これからお聴きいただく曲はまさにその青葉の笛、敦盛さんの御霊を安かれと祈り歌う曲になっておりますので、どうぞお聴きください。青葉の笛。Thank you.
ありがとうございます。それでは続いての曲をご説明します。続いての曲は菅の曲。この曲は菅の音の長き試しを引くぞ嬉しきと歌っています。菅とは根の長い植物の根っこのことで、そして清らかな清々しい音というのをかけてあります。菅の根のように長く生える霊として清々しく演奏することは嬉しいといった意味です。一元金の道に勤しむ者として、その喜びも誇りも祈りも全てをこの短い歌詞の中に込めている曲です。この曲は手言ばかりで歌はなかったのですが、幕末から明治にかけて活躍した一元金大成の名人と呼ばれる真鍋豊平が歌を付け加えたと言われています。それでは菅の曲どうぞお聴きください。
ありがとうございました。それではこの奉納演奏最後の曲でございます。最後の曲は弘法大師御聖誕奉祝讃歌でございます。この曲の大元はですね、皆さん見上げてください。この三重の塔、この塔は文禄の大地震で400年前に倒壊した三重の塔ありましてね、その塔を再建しようと言って発願して再建されたのが、昭和59年です。この年というのが弘法大師御入場の1150年の記念の年の大事業として建てられました。でこの塔が完成した時にですね、三重の塔讃歌という曲が作られまして、全巻数小池議員和上が作詞をされまして、曲になりました。で今回ですね、この記念法要に際しまして、現須磨寺貫主小池弘さん陛下がですね、自ら作詞をしまして、奉祝讃歌というのを作りました。途中の歌詞に出てくる写真という言葉がありますけれども、それは先ほど私法話でさせていただいた写真ヶ岳から身を投じたお話ですし、まあ、この弘法大師様の祈りであったり願いというのが今なお 現代まで1250年経った今も、ずっと生き続いているということを感じていただけたら、幸いでございます。最後の曲はですね、ゲストに声楽家の田中純子先生にもご参加いただきます。よろしくお願いいたします。お、拍手をよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。そして恐れ多くも私も太鼓で参加させていただきました。そして須磨寺僧侶田村新章が八として務めさせていただきます。それでは最後の曲、どうぞ最後まで皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
Thank you.
ありがとうございました。これにて、一弦妻こと保存会の、奉納演奏を、終えさせていただきます。長時間の、お聴きいただきましてありがとうございました。